ははい皆さんこんこにちは村長です今回は今話題の歌声合成のソフトウェアをご紹介します先日より東北キリタンのニュートリノというのがとっても無料で脚光を浴びています僕の買ったこのソフトは「シンセサイダー V」と言います「ゴット」でも言うのでしょうか読み方はわからないですけれどもシンセサイダー V のプロフェッショナル版というのを使っています皆さんが使うのには ベーシックというのがありましてそして歌声のライブラリーもライト版というのが無料で提供されていて通常使うのには無料でできるというとっても嬉しいソフトですじゃあ早速入力に入っていきましょう簡単ですが同様のチューリップというのを入れてみたいと思いますまず設定することはいわゆるグリッドです上の方と下の方方とと下で 分けて設定できます上のトラックをする時は表示のところのトラックのクオンタイズを8部というふうに変えたり今度は下の方を変える時は下のクオンタイズの方を例えば32分音符こうするとすごく縦に細かくなりました今回入れようとしている動揺は簡単な譜面ですのでここは8部ぐらいにしておきましょう 下のピアノロールの鉛筆マークを持ち替えますそして先頭のところにまず入力していきます「どれミ、と今ここ2分音符でしたがちょっと切り替えます「そう」 みーれーどーれーみーれーこのように今4小節入力しましたが見ていただいてた通りこの下にはもうオーディオ波形が瞬間に出ています。そして操作的にはマウスのスクロールを ググリリすすると上下になりますそしてシフトキーを押しながらスクロールさせるとこのように横スクロールになりますコントロールキーを押しながらすると拡大縮小になりますこのようにショートカットキーは覚えた方がいいと思いますそして次には歌詞を入れていくんですけれども例えば初めの3つのところにだけ入れたいということであれば この選択ツールに持ち替えて、例えばこのように選択すればいいですし、全体に入れていこうとするならば、全体を指定すると良いでしょう。一つ、今のところバグを発見しました。VST モードでやるときに、日本語入力がうまくできません。ですから、メモ帳で入力をしてみます。 そして「チューリップ」のような文字がある時はこうやってスペースを入れておく方がうまく収まりますコピーしましたら こちらでは、コントロール L が可視入力です。まず、仮に入ってたラララがここに表示されますが、これは消してしまいましょう。そして、ペーストします。こういう中、立、 というのがない場合はここで1文字ずつ詰めてあっても別々に入力ができますが今はこのようにスペースで区切りました確定をしますそしたらここにちゃんと表示されましたそしてまずは何もしないで鳴らしてみますが歌声がまだセッティングされていませんこういうふうに無料版のライト2つとですねそして僕は有料版として購入したサキ というこの開発会社が制作した歌声があります。これを選択します。そうするとベタ打ちですけれども、こんな音が鳴ります。今、daw 上でやっていますので、daw 上とシンクロします。 このように、まずベタ打ちで歌いました。1オクターブ上げてみましょう。オクターブ上げは、コントロール U です。アップの U ですね。じゃあ、これで聞いてみましょう。咲いた咲いたチューリップの花がはい、このように C4 の値でちょうどいい感じに歌いました。 このソフトウェアはユーザーインターフェースがとってもよく考えられています音符に対することとかを出したいときはここでクリックしますが通常のウィンドウシステムとは違いこのようにたくさんの操作窓を一気に出して見ることができます邪魔になれば消せばいいだけですそしてまず歌声のところで標準的なことを簡単に操作できます ラウドネスというのは音量です。テンションというのは元気さです。もっと元気に歌わしてみましょう。はい、もう少しテンションを下げて暗めに歌わしはい、もう少しテンションを下げて暗めに歌わせてみましょう。 もう少しブレス成分を上げて人間らしくしてみましょう人間が歌ったように少し息の音が混じったような発声になります。次はジェンダーです。 性別ですね。右の方にやると男の人のような太い声になりますそして左の方にやると少しアニメ声になりますはい。 それとピッチなどをここで調節したりビブラートの深さなどをデフォルトとして設定しておくことができます今画面で見ていただいたように3分の1ぐらいのところからビブラートがかかっていますがもう少し後からの方がいい場合はこれを後ろに下げますこのようにすぐに簡単にできます そして、ビブラートの振り幅も変えてみましょう。あえて分かりやすく小さくします。はい。このように小さく収まりました。大きめにしてみましょう。はい。このように、基本の歌声を初期設定するのもとっても楽にできます。それから、音一つ一つを 切り替えていくことができます。まず真ん中あたりを一つ選択します。選択をしたらここで調整ができます。タイミングというのは発生を少し後にしたりとか、こういう微妙なことも簡単な設定でできます。ビブラートももちろん個別に設定ができるわけです。ビブラートには揺らぎをつけることもできます。揺らぎというのは今は同じ幅で振っていますが、 揺らぎをつけるることによって、振る幅が変わります。今後半が振りが少なくなりました逆にやってみましょう後半が強く振るようになりましたこのように指定も本当に簡単にできるようになっております例えばボーカルのオートメーションのようにボリュームを絵で描いてセッティングすることもできますここに「エディット」と書かれて ラウドネスというのがあります右側も DISP ディスプレイとなっています。これは他のオートメーションを見たり参考にしたりするためにこういうツールがうまく2つに分かれています。まず鉛筆マークに持ち替えます。そして全体の流れを あるように書いてみましょうこうしたら「これのすごいところはすぐに「 レンンダリングを実行すすることです開発者の人がここが他のソフトと一番違うところだというふうに言っていました変更を加えると例えばこのアタックを強くしてみましょう書き終わった時点でこのように人間の歌声波形のような形になります聞いてみましょうはい このように人間らしい発声もすぐに作ることができます。そしてこのポイントはいつでも選択モードに切り替えるとこのように点ができて点の編集をすることができます。もしいらなくなったら範囲を選択して右クリックしてですね、この選択内容を削除というのを選びます。 するとポイントが切れました。べて初期値にする場合はすべてを選択してこのようにすればフラットな状態になりますそしてレンダリングも瞬間にするようになっていますここにも辞書などこういう機能もありますで 歌声もこのインストールはとっても素晴らしいんですけれども Windows 版 Mac 版 Linux 版がありましてそれをダウンロードしますそして今後歌声を追加していくのは Linux であろうと Windows であろうとすべて同じファイルです同じファイルをこのシンセサイ e ー V の方にドラッグするだけで簡単にインストールができる特別な プログラムの作り方をしているようですそしてこのウィンドウの場合例えば一番よく使うのはこのノートプロパティだと思うんですけれどもこれはこの上のトップ部分を持ってドラッグしてくるとこのように分離したウィンドウ型のプロパティも表示できます戻す時はここに戻すとまた初期値に戻りますとってもよく できたインターーフェースだと思います本来皆さんにおすすめするベーシック無料版は一つままだ課題がありますそれはどういうことかというと先ほどの日本語のバグとかはスタンドアロン版にはないんですけれども範囲を選択してこのようにループを作ってできることが DAW の方はできるんですけれどもスタンドアロン版は 範囲の指定とループを設定できません。サポートフォーラムの方でもどうしても追加してほしい機能としてどなたかがアップされていました。操作がとっても簡単でこれ以上説明のしようもないほどあとは自分で感性で作っていくだけです。これでオンオフにすると波形などが消えたりして PC の負担を軽減できたりするそういうモードもあるようです。トラックはいくつでも追加。 できますでも製品版の DAW とやる場合は OK を DAW に置いておいて歌声だけをここで編集するというような使い方もできるんではないでしょうか書き出しする時はここにレンダリングというのがありまして基本的にはの形式でで保存がきるようになります出力ホルダーを設定してそしてファイル名を設定します もちろん、マスタートラックだけやるとき、今は一個ですからどちらをやっても一緒なんですけれども、トラック別にやるとき、それは自由にすることができます。モノラルであったりとか、ブレスの出力、もしくはサンプリングレート、その辺を設定して、ワブファイルに書き出しができます。何せベタ打ちでも、ニュートリノの東北キリタンと同じように、とっても自然な 発がができますこう打つつけがたいような能力ですただしこのエディターがベーシック版でも無料でついてくるので歌声を自分のオリジナルに変更していくのにはとっても便利だと思います。あとはファイルで保存をすればただそれだけで OK です。次の動画ではダウンロードと インストールの仕方を説明します。どこにあるかということがちょっとややこしいですベーシックバージョンは開発元からダウンロードしないといけませんそして歌声合成のライブラリーの方は日本国内の AHS からダウンロードしないといけませんそのサイトが少しわかりにくいので次はその方法を説明したいと思いますご視聴ありがとうございました村長でした